第19回現像って、宮川和夫さんと銀の腰。このチャンネルは個人の見解であり一般論ではありません。前回よみがえる勤労デポジフィルムの性能のお話をしました。アグファフィルムの映像で確認します。これはサンマの味1962年のオズ作品です。このプリントはアグファポジフィルムではありません。後年撮られたプリントですのでコダックのポジフィルムかもしれません。しかし、アグファネガの特徴は残っています。少し焼き込んだプリントです。おい、お父さん。前の絵の方がいいです。うん、体大事し暗くなりすぎです、ま、だ黒のディティールも潰れました。いや大丈夫だ、元に戻します。ムルモセムルモクロガネノカネガの黒のディティールが短く黒潰れが見られます。熱田カメラマンはアグファの特徴を十分承知の上でシャドウ部への光の回し方を工夫しています。本当にもう寝ろよ。ライティングに問題はありません。俺もう寝ちゃうぞ。風邪ひいたって知らねえから。よくこんな難しいフィルムを使ったものだと感心します。それでも使うプリントフィルムで黒が表現できないとなればどうするでしょう。このプリントのシャドウの部分にシアンが入ってシアングレーで浮き上がったんです。焼き込むと暗くなりますが黒にはなりません。どうにもならないのがこの当時のフィルムでした。また映写環境も最悪でした。クセノンはまだ普及していなくカーボンアーク5000ケルビンの赤っぽい光です。黒の表現なんぞ考えられない時代だったことを知るべきです。カラー映画初期にはまだテクニカラープリントにかなうポジはなかったんです。この明るさで黒だけ沈めたくなります。それでは本題に移りましょう。1960年の弟です。ものすごい黒です。革新的な色彩映画に成功いたしましたと書かれています。宮川和夫さんはアグファを使うことになった時点で先ほどのアグファの弱点をどう処理するか思い悩んだと思います。画調をアグファのポジフィルムで整えるためには焼き込んで黒のディティールが残ることが重要でしたが、光をシャドウ部に回しても理想の快調は得られませんでした。残る手段はポジで黒を稼ぐ以外道はありません。宮川和夫さんは初期のテクニカラー IB プリントの作り方をご存知だったと思います。ブランクと言われる白黒画像を使ったテクニカラー IB プリントです。調子を整えるために取ったテクニカラーの手段です。ブランクを使って調子を作る方法を知っていた宮川さんはそれをカラーポジに応用したんだと思います。宮川和夫さんは調子を選んだのです。
銀の輿の代償として色彩が犠牲になることは承知でした。あえて渋い色調にしたのではなく調子を優先した結果こうなったのです。宮川和夫さんなら渋い色調はライティングとフィルターワークでできたはずです。現像処理で脱色もできることはご存知のはずです。宮川和夫さんはフィルムを選ばず、使いこなす名人です。それでも、なぜ銀の輿を選択したのか、宮川和夫さんと一緒に銀の輿を担当した方から真意を伺ったことがあります。アグファのフィルムでは黒が出せなかったのが最大の理由だったと伺いました。このプリントは後年スキャニングして黒を調整し、当時の色調にグレーディングしたものです。実際の銀の輿の保持は魔回転性をご覧になればお分かりになるように、すべての階調に銀が残り白黒の中に色が残っているような調子です。この絵は色彩を似せてはいますが銀の輿の色彩ではありません。私は一度だけ宮川和夫さんにお会いしたことがあります。温厚な紳士で、私は直立不動でお話を伺いました。私にとっては神様でした。映画に関わるすべての人は宮川和夫さんを目標にしています。デジタルカメラを使う今日であっても現場での絵作りをおろそかにしてはいけません。絵の調子さえ合えば、この色ではなく、こちらにしたかったのではないでしょうか。アグファのフィルムには色は残っています。3回にわたり銀の輿の真実を話してきました。まだまだ語り足りません。なぜ、銀の輿が使用されたか、ご理解していただけたでしょうか。一番の理由は、プリントフィルムの絵の中の黒が不足していたことにつきます。絵の黒の濃度が 3.00 以上あれば銀の輿は、ありえません。今回はここまでです。次回20回目の区切りで少し時間をいただきます。まだ何を取り上げるのかは未定ですがご要望があればコメント欄に書いてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。